いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。PS2 電源投入時から計測を開始します。PS2 は9万型を使用し、データインストールは行いません。このゲームは2002年、ソニーコンピュータエンタテインメントから発売された私が初めてやったワイルドアームズです。なんでまた、RTA なんかやろうと思ったんだ？4年くらい前にニコ生でこのゲームの RTA をやっている人がいたんだよ。そこで RTA に興味を持ったよ。でも興味を持ったはいいんだけど、その時は忙しくてやる時間が取れなかったんだけど、最近このゲームの RTA を見てやってみたくなったわけだね。なるほどな。今回走る攻略チャートは、参考にさせていただいた方のチャートをもとに、自分なりにルート、戦術を再構成したチャートとなっております。動画での使用許可、この場を借りてお礼申し上げます。なお、今回は連射コントローラーを使用している関係上、ゲームのテキストが読めないという事象が頻繁に発生します。ストーリーが気になる方は申し訳ありません。使用です。テキストが読めないのはちょいと悲しいな。あ、大事そうなイベントの時は黙りますね。シリーズおなじみのトニーさん、今回は車掌さんですね。最近は目が綺麗なおっさんになってたな。ここで少女を選ばずに不審人物を選択します。え、主人公選ばんの？
とある理由で主人公は後回しにする必要があったよ。理由は見てればわかるよ。ギャローズはその体の大きさに見合うようにヒットポイントが高いです。実は見た目に反して魔法攻撃力が高い魔法使いタイプです。物理攻撃に関してですが、命中が低いのであまり得意ではありません。見かけによりませんね。結構珍しいんじゃないか？ガタイがいい魔法使い。そうだね、あんまり見かけないね。ちなみにアルカナ、いわゆる魔法は必中です。柱に体当たりするとなぜか回復アイテムが落ちてくるので回収しておきます。このおばちゃんが回復アイテムをくれるので、忘れずに話しかけておきましょう。割と生命線です。この人に話しかけるとフィールドでサーチができるようになります。ちなみに私は昔話しかけ忘れて外を2時間ほど彷徨った経験があります。とりあえず村人全員に話しかける努力をすべきだったな。とりあえずこのダンジョンでやることはフローズンジェムの確保です。雑魚4匹を倒して手に入れましょう。なんかに使うのか。1時間後くらいに戦うボスを楽に倒すのに使うよ。というかないと辛すぎる。ここではショットで HP を10貯めてアルカナを撃てるようにしてます。ショットで6、攻撃を食らうとこの時点では1、敵の攻撃を回避すると12溜まります。回避すると通常の2倍溜まるのか、すごいな。そうだね、でもデローズは回避が低いのであんまり期待はできません。避けたらすごいねくらいの気持ちで行きましょう。取れました。あともう2つですね。エンカウント時に消費する左上のゲージがありますが、消費が3の場合は敵が2匹出てきます。消費が2の場合は1匹か2匹出てきます。あと2匹雑魚を倒さないといけないわけだから、消費3を狙ってエンカウントすればいいわけだな。そうだね、今回はうまく消費さんが来てくれたけど、消費にしか出てこない場合も多いよ。ここの雑魚戦は3回は見ておいた方がいいね。全部1匹で4000になっちゃったらご愁傷様だな。
マサラだけどショットに比べてダメージがすごいな。こんな強いのか。それはこの敵の弱点をついているからだね。このゲームは弱点をつくと通常の3倍のダメージが期待できるからめちゃくちゃ強いよ。3倍か、赤いだけに。この実は前作にも似たようなのがありましたね。この人形は横に投ぐことができて無駄に高性能です。もうエンカウントする必要がないので、×ボタンでキャンセルしていきます。一つ注意したいのは必ず1回ボタンを押すことです。もし連打してしまうと即座にエンカウントする仕様となっております。連打はダメなのか、間違って押しちまいそうだな。いわゆるボスの予感。そうだね。なんだこの丸いの。こいつらは解説に書いてあるように必ずエクステンションからのプレッシャーで倒さなくてはなりません。またショットでクリティカルが出てしまうと報酬のジェムが足りなくなってしまうので回避に期待して FP を貯めます。たまったな。ってなんでヒールベリー使ってるの。これはその左と間違えて上を押しちゃってエクステンション選べなかったんだよ。これはひどい。まだ序盤だし、だんだん指が慣れてくると思うよ。そうか、まあ頑張れとしか言えん。先は長そうだしな。使うので大事に取っておきます。壁ドン。エクステンションって何ですかって人のために解説入れておきました。RTA では味方全員に同じアルカナをかけたい時によく使います。ただ、エクステンションで FP が25下がるので、使用後は今まで使えていたアルカナが使えなくなっていた、なんてこともよくあるので注意です。両方容量を守って正しくお使いください。生きた数値は逃げない。俺たちは生きた数値で200だ。10倍だぞ10倍。割と本当だから困る。
画質の問題でだいたい1パート20分くらいの動画になると思います。チャプター1は正直倍速編集できるところがありませんので、チャプター2以降はイベントシーンなどを倍速して尺を減らしていきたいと思っています。ではこの辺で。はい、やってまいりました。今回はしっかり少女を選んでいきます。この二人はバージニアの叔父と叔母に当たります。バージニアはとにかく素早いことが特徴です。コマンド式 RPG において、素早いことは大きなアドバンテージですね。攻撃、補助、アイテム係、何でもこなせる憎いやつです。二刀しか、特に理由はないけどかっこいいよな。うん、かっこいいよね。この戦闘は SP を25貯めて、ミスチェックを行うことが目的です。溜まったら、異次元ポーチから取り出したウォータージェムをミスチェックし、敵を同時に倒してしまいましょう。ああ、ジェローズ戦で取った戦か。これにより戦闘前は4つだったウォータージェムが戦闘後は5つになりました。やりました。もしかしてこれがジャローズ編を先にやった理由か？そうだよ、ウォータージェムが攻略上生きているんだけど、できるだけ雑魚とのエンカウント回数を抑えるためにこんな曲芸みたいなことをしているわけだね。ああ、雑魚戦を一回省略できるってことか。そういうことだね。この3つは、ダンジョンだろうが街中だろうが発火する札を連射できる面白いグッズです。怖すぎる。ここの床は脆いので歩いて渡りましょう。落ちると結構なロスです。ミスチェックって何ですかって人のための解説です。ミスチェックはエクステンションのアイテム版みたいな効果です。また、もう一つ特徴があって、ミスチェックすることで特殊な効果を発揮するアイテムがあって、攻略上非常に有用なのでどんどん使っていくことになります。ミニキャロットは絶対に取り忘れないようにしましょう。積みます。積むのか。ミニキャロットの個数でチャートが決まっていると言っても過言ではないよ。
ここでなんかもたついていますが私の仕様です。これからもこんな感じなのでご容赦ください。大丈夫なのかこいつ。やってる本人はマジ必死です。バージニアの母親はすでに他界し、父親はどこかに行ってしまいました。木箱の霊圧が消えた。村の人たちに悲しい思い出を刻んだ張本人。とりあえず FP を40貯めましょう。だいたい半分くらいの確率で食らうので HP が危なくなったらヒールベリーで回復します。FP が40溜まったのでガトリングでとどめです。ガトリングって何ですかって人のための解説を載せておきました。長いから一時停止推奨です。ガトリング吐きました量の FP を吐き出すことで通常攻撃を連打する超強いフォースアビリティです。威力は FP 霊の時の通常攻撃の2倍。それがいっぱい飛んでいきます。間違いなく強いです。バージニアはアームが軽いせいか要求 FP が低いので有利ですね。ガトリングか、今後もよく使いそうだな。ぶっちゃけ主力だよ。ちなみにガトリングはいつ撃っても一発一発の威力は同じです。少年を選択。ジェットは、やめて。ジェットは特徴がないのが特徴です。魔法攻撃力と魔法防御がかわいそうなくらい低いって特徴はありますけど、なんかいいところはないのか。やり方次第でバージニアより素早く動けるから活躍する場面は多いよ。
あと使うアームが特殊っていう主人公っぽい特徴もあるね。ここはなんとなく画面固定してぐるぐる回りたい衝動に駆られます。わかる人はいるんではないでしょうか。どうだろうな。ジェット君ボッシュートになります。このダンジョンは長いくせに BGM ゲージを回復する白いゲムが少ないです。なので運が悪いと通常エンカウントに襲われます。怖いですね。ブーメランは個人的に使いにくいです。曲げられるのはいいんですけどね。少年が迷い込んじゃったので見つけてくださいという依頼ですね。報酬が足りず決裂。まあ、自然は厳しいってことで。ぶら下がったり物を運んでいる最中はエンカウントしません。結構重要なテクニックです。またびっくりマークが出ている最中に何らかのアクションを行うとびっくりが消えます。重要ですが失敗するとエンカウントするので怖いですね。どうなるんだ？やる気がなくなるくらい足止めを食らうよ。ジェットは水晶の花を探してこの遺跡に入りましたが、誰かに先を越されてしまいました。いつものように FP を25貯めましょう。
歴代主人公スキル、アクセラレーターを使用し、相手の再生よりも早く鉛玉を叩き込みます。こいつが主人公だったか。この辺を誤って斜めに走っておきないように移動しています。捕まりキャンセル成功。掴めなかったとしたらちょっと怖いな。思い出のないジェットにとってはよくわからない話だったのでしょうか。今回はこの辺で終わりです。それでは。はい、続きです。最後の一人を選択。クライブの特徴は、物理攻撃力、物理防御、命中が高く、効果力を安定して出せることです。反面、やる気がないんじゃないかってくらい行動が遅く、まず敵に先に行動されます。敵に先に動かれるのか、結構辛いなそれは。そうだね。でもこのゲームには反応値、いわゆる素早さ順じゃなくて、行動順を指定して好きな順番で行動させることができるシステムが備わっているよ。クライブの遅さを逆に利用して敵が全員動いてから味方が動く、なんてこともできるよ。なるほどな。欠点が逆に戦術に幅を持たせるんだな。
このおっさんは話しかけると3つまでヒールベリーをくれます。ありがたいですね。そこからともなく取り出した爆弾とかで破壊します。一定個数までしか置けませんが、数は無限にあります。こいつら乗ってるものがいちいち物騒だな。障害物に当たりましたね。障害物はグッズで破壊できますが、場合によっては意図的に食らったりすることもあります。そうなのか。じゃあ今のも意図的に当たったんだな。今のはただのミスだよ。そうか。なんか地球ゴマみたいなのがあるな。あれはオブジェです。特に意味はありません。そうなのか。こいつもまずは FP25 貯めることを目標ですね。クライブのクリティカルは爽快ですね。一番好きです。空を飛ぶと弾丸へ回避されるようになります。ここで狙いを定めるフォースアビリティ、ロックオンスナイプで叩き落としてやりましょう。なんかやられたんですけど。こんなこともあるさ。ロックオンスナイプって何ですかって人のための解説です。ロックオンスナイプは攻撃の際に FP に内部的に75を足して計算するから威力が跳ね上がります。また、ほんの一部の敵を除いて必中なので攻略で大いに活躍します。ロックオンアクティブ、スナイプ、デストロイ。アクティブ？デストロイ？知らない子ですね。ここ障害物にぶつかるとノックバックで落ちて宝箱取れなくなる場合があるので注意です。ってことはやらかしたことあるんだな。取らないとマジきついです。
RPG で毒消しは必需品ですよね。なんで持ってないんでしょうかね。通常攻撃はほぼ通りません。とにかく FP を貯めましょう。ここでの回避率は 88%、 かなり避けてくれます。解説する場所がないので、ここで乱数の解説をします。このゲームの乱数は 0.8 から1.19 の40段階で、ダメージ計算によく使われます。プラマイ 20% ブレるので、運が悪いとなかなか敵が倒せなかったりします。なんかややこしいが、だいぶブレるってことだな。今度は FP の解説です。散々 FPFP 言ってるけど、結局ダメージにどれだけ影響するかと言いますと、今の FP% 分ダメージが増加します。逆に相手の攻撃の軽減にも影響していて、例として FP50 溜まっているとダメージを3分の2に、満タンだと半分に軽減します。そんなに変わるのか。めちゃくちゃ重要だな。クライブ編集用、お疲れ様でした。ようやく本編開始っぽいな。そうだね、こっからが本番だね。こっから飛ばせない重要なイベントなので黙りますね。
嵐、アークセプター、列車で護送、襲撃、屋根に敵、うわ、弾が。不思議だね、私も頭痛が。
ジェイナスは前作主人公の武器、銃剣、バイアネットの使い手です。この戦いではバージニアを絶対に生き残らせましょう。バージニアはまだヒットポイントが低いので簡単にやられます。やられたなんかまずいのか。ここでやられているとバージニアのレベルが足りなくて後のボスに非常にやられやすくなるから困るんだよ。なるほどな。ちなみにここの戦闘は真ん中のジェイナスを倒せばそれで終わりなんだけど、経験値が足りないのでロメロを倒しています。ロメロを倒さないで特攻するチャートも存在します。バージニアが狙われまくると泣きたくなります。ちょっと運気です。この先もよく使うかもしれません。最速のアイテムばかりだと。クリティカルになると全弾ヒットする必中攻撃になります。威力も通常の2倍が期待でき強力です。運によりますけど。列車後方に吹っ飛ぶんじゃないかと思うのは私だけでしょうか。ああ、どうだろう。
回はここまで、お疲れ様でした。お待たせしました。続きやっていきます。この辺からボスが増えてきて楽しくなってくるところですね。とりあえずバスカーに依頼の品を渡しに行きましょう。ここ編集ミスで書いてないですが1200ギャラもらってます。弟のチェーン君は夢で未来を見ることができます。すごいですね。ここでアスクシステムが解放されます。会話中に緑の文字が出てきた時に四角ボタンでさらに詳しく聞くことができます。攻略上でも何回か使用します。ああ、それしないとフラグが立たないとかそんなんだな。そうだね、忘れると結構大変なことになるから忘れないようにするよ。やってまいりました、ボスラッシュの時間です。なんか変な部屋だなこりゃ。ここには8つの石碑があって、それぞれに話しかけることによってガーディアンと戦うことができるよ。無事勝利できれば、ガーディアンの力を使うことができる石板、ミディアムをもらえるよ。まずは西の石碑へ。でかいなおい。ベンガロンは水が弱点なので、頑張って溜めたウォーターゲームごとを使って倒していくよ。1ターン目は必ず壁の全体攻撃、ハイスピードにスパーを打ってくるので、バーディーやとヘッドを防御させ、被害を軽減しておきましょう。現時点で SOR、魔法攻撃力の高いデローズとクライブでゲムを投げて攻撃します。
ちなみにジェムにランクはありません。完全に SOR 依存です。完全に決まったダメージが出るんだな。ここでバージニアを最後に行動させるように行動順をいじります。え、なんでだ。2ターン目はバージニアがジェムを投げる必要があるんだけど、こいつは物理やジェムに対してソニックスクラッチで反撃してくるから、もし反撃されるとバージニアが倒されるんだよね。それを防止するために最後に行動させて反撃を食らわないようにしてるってわけ。ああ、とどめ役にして反撃をもらわないようにしてるのか。なるほど。あ、相手は2ターン目は絶対コズマホを使うので攻撃される心配はないよ。ミディアムは1人3個まで守りましょう。おやつは1人500円みたいなノリだな。さっき手に入れたミディアムで使えるアルカナ乗せときました。表示が短いので一時停止して読んでください。ごめんね。なんかもういるぞ。さっきもらった早手の爪をギャローズにつけます。今回も全体攻撃が飛んでくるので、バージニアとジェットは防御しておきましょう。攻撃に対してメガスマッシュで反撃してきますが、エイムが低いのでほぼ当たりません。ギャローズはこいつの弱点属性のアルカナで攻撃。スライドは HP が25溜まっていたらロックオンスネークしておきます。必ずシールドで防御を固めてきます。クライブの役目はここで終わりですね。シールドでこちらの物理攻撃は軽減されますが、アクセラレーターの防御無視効果でその分を補いましょう。やるじゃん。ちなみに5ターン目にまた全体攻撃が来るので、それまでに決着をつけないとえらいことになるので注意ですね。ヒットポイントを回復して南の石碑へ。こいつの全体攻撃、ベイパーブラストは強烈でかなりの痛手を負います。また反撃のバルカンピークが痛いので短期決戦です。クライブを最初に動かし、相手の攻撃で HP をため、防御効果を上げておきましょう。攻撃に対して確率で反撃してきます。全体攻撃と反撃が両方とも高段数でギャローズにヒットして倒れるとグダグダになります。無事生き残ったので、ジェット、ギャローズ、バージニアの順に動きとどめを刺します。なんというかややこしいな。自分でもそう思うよ。劣化の怒りのアルカナはやたら高性能なのが揃っています。不思議ですね。4体目か。劣化をギャローズにつけて最初に行動させます。
この亀はやたら硬いのでフラジェイルでディフェンスを半分にして柔らかくします。で仕留める必要があるのですが、ヒットポイントの計算をミスって仕留められていません。いけませんね。ミスったから余計に時間取られてるわけか。そうだね、もうちょっとだったんだけど。ミーディアムを手に入れたことでマテリアルを使えるようになりました。マテリアルは FP を全部使うことでさっきの奴らを呼び出して攻撃することができます。威力は FP と SOR が高いほど上がります。ちなみにさっきのムアガルドとカメなんですが、対戦順が逆の方が安定します。安定志向の方はぜひご一行ください。ミーディアムには特定のステータスを上昇させる効果がついています。これは後で説明欄に記載すると思います。へえ、能力が上がるんだな。このゲームには防御の概念がなく、武器の改造とミーディアムのカスタマイズで能力を管理します。なるほどな。あと読み飛ばしちゃいましたが、ミーディアムの秘められた力、パーソナルスキルが解放されました。なんだそりゃ。自分のレベル分のポイントを割り振って、状態異常を防止したりするスキルがミーディアムに備わったよ。攻略上必須なので的確に発動させる必要があるよ。その説明はないのか？次の街で解説があると思うよ。
ここでちょっと寄り道して、その辺に落ちてるお金を回収しておきます。大金じゃねえか。ジョリー・ロジャーはチャプター2の拠点になる場所なので何度も来るところです。しかし入り口の鳥が巧妙に道を塞いでくるので微妙な気分になる場所でもあります。邪魔されないように祈るしかないな。お別れ会をしている間にミディアムの解説、各ミディアムについているパーソナルスキルを載せておきました。使えそうなスキルは色を変えてあります。読めないかもしれないので一時停止推奨です。なんとかプラス運パーセントは上がる能力です。いろいろあるな。これって一度つけたらもう外せないってことはないよな。ミディアムもパーソナルスキルも着脱可能だよ。そこは安心してくれていいよ。でもレベル分しかポイントを触れないので序盤はどれをつけるか悩むと思うよ。なんかお別れしない流れになってました。不思議ですね。ここでアイテムを拝借しに行きましょう。重要なアイテムが落ちています。冷静に考えると泥棒だよなこれ。荒野で生きるには図太くないといけないのかもしれないね。どうも、ヘイナスさん、また会いましたね。ここでガングニールを改造しておきましょう。全財産はたいて。知り合ったばかりのやつに全財産投資するってのもなかなかできないことだな。このマイグラントバッジは必須です。今後も集めていくことになります。今回はここまで、お疲れ様でした。続きです。今回は戦闘中のゆっくりを少し上げてみました。
このダンジョンも ECN ゲージが厳しく、運が悪いと通常エンカウントします。できるだけ無駄のない動きをしましょう。ガラスに突っ込んでいく。これが渡り鳥か。渡り鳥には頑丈さも必要みたいだね。ここは今みたいにブロックを掴むのを失敗すると扉が閉まります。地味に痛いロスです。そしてなぜかブロックを戻してロスしてるな。泣きたくなってくるな。これしないとまずエンカウントすることになりますね。キャラ転がしは敵の持っているお金を2倍にします。原理は不明ですが、また序盤で売却すると1500キャラの大金に変化しますので、売っ払っちゃった方がいいです。今拾ったラッキーカードは味方1人のもらえる経験値を最低2倍はもらえるように増やしてくれます。1人なのでミスキックで節約してください。1人なのか、全員でもいいのにな。本当にね。ミディアムにパーソナルスキルをつけることができるギアを入手しました。ギアは一度つけると外すことはできないので再利用できません。一応上書きや削除はできるみたいですが、再利用はできない。使い捨てか。私だともったいなくて終盤まで取っておいちまいそうだ。結局最後まで使わなくて効果がわからなかったなんてこともあるかもしれません。私がそうでした。ここでミディアムのカスタマイズをします。バージニアに大地とハヤテを、クライブに劣化、キャローズに水をつけます。スキルは説明の通りにつけます。これがないと始まりませんね。チャックを上げることによりバリアが張られます。恐ろしいですね。へっぴり腰もだが原理が謎すぎるな。ロメロカダリオを攻撃すると行動に割り込んで回復されるので、先にジェーナスを倒しましょう。あとさりげなく大地の効果でバージニアのヒットペイントと防御が大幅に上がっております。この辺から戦闘に参加できるようになりますね。キャローズの FP が20を超えました。クライブから劣化をもらってデバステイトで攻撃しましょう。デバステイトって強いのか。デバステイトは弱点がない敵に対してだと普通のアルカナに比べて2倍の威力が期待できるよ。
この辺はあるかなのあるかな係数ってので決まってくるんだけど長いので割愛します。なんか命中が高いはずの2人が外しまくってないか。これは弾丸の同時発射数の影響だね。このゲームは攻撃が当たるかどうかの判定を同時発射数分行っているよ。バージニアは2回、グライズは1回、ジェットは6回、ギャローズは8回だね。回避が高い相手に当てるだけならギャローズは有利だね。ダメージはお察しになる可能性が高いけど。難しいな。まあこのことを気にするのはストーリーではロメロとあと1体のチェックくらいだからそんなに気にしなくていいよ。これからもお世話になる、ミスティックラッキーカードです。通常プレイでもよく見る光景です。床闇の輝きを追うため、ジュリー・ロジャーに情報収集に向かいます。ここでアスクシステムが発動、駅の場所を吹き出します。なんで2回離した。吹き出すのミスったからだよ。ミドルアース駅は中盤によくお世話になる駅です。ジョリー・ロジャーとバスカーに近いので使いやすいです。このウェストウッド駅はなぜか外から見ると線路がありません。長年の謎です。本当にないじゃねえか。地下鉄なんじゃないか。線路を見てみると繋がってるのはこの村なんだよね。よくわかんないよ。ゲージ回復のため宿泊。次のダンジョンのフラグを立てるため、マルチナちゃんに話しかけておきましょう。ベッキーをフラグです。アーム屋の主人でもいいのですがアイテム回収も兼ねてこっちにしてます。
チャプター1はずっと ECM ゲージとの戦いです。運が悪いとエンカウントします。無駄に歩かないようにしましょう。変な奴らと遭遇。このダンジョンは特に言うことはないです。迷いやすいくらいでしょうか。クリアタイムは混乱耐性をつけるギア。今後のチャートに大きく関わる重要なギアです。そうなのか。どのギアも重要なんだけど混乱は特に悩まされる状態以上だからね。慎重につけるミディアムを選ぶ必要があるよ。ここは初見の時はちょっとだけ苦労した仕掛けですね。変な奴らとの戦闘。第一にさっきのクリアチャイムをつけて混乱耐性をつけます。クライブはクリティカル狙いで劣化とクリティカルヒット。ジェットは早手、ギャローズは変更なしです。ここでオートバトルを活用します。なんだそりゃ。アフロが使うサイコクラックって技があるんだけど、それに混乱がついてるんだよね。毎ターン混乱をつけられたら直すのが追いつかないんだよ。それをコンピュータが自動でやってくれるのがオートバトルだよ。今回はバージニアをオートにするよ。アフロに非属性攻撃をするとアフロが燃えます。肉体的ダメージと精神的ダメージによりターン終了時に追加でダメージが入ります。すごくひどいことしてるな。この
戦いは金髪の女を倒すと終了ですが、アフロが言っていると金髪の女や気弱そうな少年を殴ると割り込んで回復されるので先にアフロを倒す必要があります。なるほどな、アフロは二人の保護者ってことかな。どうなんだろうね。最高クラック食らったな。オートマバージニアが直してくれます。便利ですね。おお、すごいな。アフロを倒したのでオートを解除して、あとはさっきのように攻撃です。便利ですね。スカートからガトリング砲が。スカートの中は異世界だからね。こんなこともあるよ。今回はここまで、お疲れ様でした。はい、続きです。うお。なんだ、ジェムでも取るのか？連射器入れっぱなしにして点火しちゃった。何してんだ。とりあえずマテリアル売ってなんとかします。割と心折れます。なんも言えねえ。
ちなみにさっきのマテリアルはベイパーブラストの外です。ファイアジェムのが使い道ありますから。ほう。気を取り直してカスケード鉱山との戦闘、劣化をバージニアにつけます。フラジャイルでダリオの防御を下げて集中攻撃です。基本的に劣化はクライブとギャローズにつけます。ここはクリティカル狙いでクライブにつけてますね。トリニティが怖いのでフィールドで補強、防御を行った状態と同じ防御能力になります。シールドして、かつ防御した場合は敵の攻撃力が2分の1扱いになってめちゃ硬いです。やべえな。パーソナルスキルのクリティカルヒットが発動すると通常の3倍になります。うんだけど強いなぁ。ギャローズさんさっきから発信してますね。ガトリングはどこで撃っても威力は同じですがタイミングが難しいですね。 FP で発射数変わりますから、撃った後ショットが弱くなっちゃいますしね。何気に HP やばかったな。倒れてくれてよかった。
ここでバージニアの心境に変化が起こるんですね。早くて読めませんけど。溜まったギャラ転がしを売っ払います。うまうまです。そしてクライブのショット能力を上げておきましょう。ちなみに最大装填は弾が1発増えます。クリティカルは1段階で 2% くらいクリティカル確率が増えます。ここでコールホイッスルとかかってますが、いらないです。意味不明ですね。馬を買いました。今後必要になります。馬2000キャラか、宿代を考えると安く感じるな。ほぼ全財産はたいたけどね。馬は通常より早く移動できるのでゲージが少しだけお得です。ただバグの温床です。嫌ですね。バグ？どんなのだ。簡単に言うと行動不能になってハマるよ。多分チャプター2でもう一回言うと思うよ。やばそうだな。カジンギル、どっかで聞いたな。そうだね、どっかで聞いたね。ここは最高にゲージが辛いので緊張します。必殺斜め飛び、使えるところはこうしてます。を回すの本当に苦手なのでこの仕掛けやめてほしいです。チャートに書いてない宝箱を開けるのはやめましょう。最悪悲劇が起こります。何が起こるんだ。よくわからないモンスターに襲われます。怖いですね。ボスか、急に出てきたな。おなじみのボスタラスクさんです。こいつはまず火属性攻撃を当てた後氷属性攻撃を当てましょう。まずはそれからです。
ルカナに対しては生体ミサイルで反撃されます。結構痛いです。体割れてめちゃくちゃ柔らかくなります。これで攻撃が変わります。こいつもエイムが低いので簡単に避けられます。 FP タネがはかどりますね。ギャローズ死ぬぞ。正直舐めてました。走ると痛いので毒は直しときます。ようやくゲージとの戦いが終わりました。ゲージの最大値が10増えて余裕ができました。アベンジャートリニティ、強そうですね。
メロくんダリオくん吹っ飛ばされた。なんだこの湯たんぽは。空を飛ぶ不思議な湯たんぽ。このジェイナスは物理攻撃に高確率で反撃、さらにはマルチブラストを撃ってきます。またアルカナはヒールベリーを使われるので使ってはいけません。ここは全てクライブに任せます。ミニキャロットでクライブの FP を上げて火力と防御を強化してます。バージニアはフィールドを張って相手の必殺技の対策をしてます。2個目のミニキャロット、大盤振る舞いです。かなりの貴重品じゃなかったか。長引いても困るしね。短期決戦だよ。来ました。必殺ライジングの場、対策なしだとめちゃ痛いです。となります。自分の正義とよろしくやっていきたいと思ったバージニア、成長に期待です。チャプター1はここまで、お疲れ様でした。はい、続きです。今回からチャプター2ですね。チャプター2からはミディアムも増えてきて、いろいろな戦術を取れるようになってきます。技のバリエーションも増えるだろうしな。そうだね、まあその分付け替えとか編集とかが忙しくなるんだけどね。今回は試験的に倍速編集を入れてみました。
タイマーはずれないようになっています。そんなにはないですけど。倍速速度は基本的に4倍です。なんか金になる話ないかってことで次の町に行くことになりました。大事な話が飛んだ気がするんだがいいんだろうか。チャプター1の最後にちょろっと出てきた人たちですね。チャプター2はこの人たちメインになりそうですね。次の町に向かう際に馬を使いますが、注意が必要です。どんな注意だ？馬は断層を飛び越えて移動できるんだけど、飛び越えている最中にエンカウントすると戦闘後ハマって動けなくなっちゃうことがあるよ。前回言ってたのはそれか、怖すぎるな。あ、お金落ちてた。そしてもう一つ大事なことは、馬に乗りながら町をサーチするのはやめた方がいいです。なんでだ？馬に重なって町が出現すると馬が勝手に町から独挙動をするんだけど、たまに町に引っかかって動けなくなるんだよね。いわゆる罪です。なんというか、勘弁してほしいな。だからこの RTA では馬から降りてからサーチするようにしています。完全に出現位置を把握してサーチできるなら別ですけど。宿屋のお姉さんから次のダンジョンの情報をもらいます。この開けにくいドアを開けて裏道に出ます。ここでアガートラームのショットを1段階、ガングニールのクリティカルを1段階強化します。この店に行くのになんで扉開けないといけないんだろうな。めちゃくちゃめんどくさいね。このダンジョンからチャプター2の名物、通称赤煙火が始まるよ。なんだそりゃ。赤煙火は、赤いびっくりマークが出ると発生して、強制的に戦闘に入るよ。その最適から一斉にボコられる理不尽なエンカウントだよ。もう少し進んだダンジョンでは、味方一人で戦うことになるピンチってのも発生して悩まされるよ。そりゃきついな、なんかで防げないのか？チャプター2では、サプライズガードっていうパーソナルスキルがついたミディアムが手に入るからそれで確率を減らすことができるよ。ただそれは完全じゃなくて、完全に防ぐことができるのはチャプター3に入ってからだね。ってことはチャプター2は、常にその赤煙火に悩まされるわけだな。そうだね、できる対策はエンカウント自体を減らすこと、赤煙火が発生するところをできるだけあるかないことかな。
トリークを入手しました。これはフォースアビリティをはじめとした FP が関わる行動を全て制限される恐ろしい状態以上のやるせない状態を防止する重要なギアです。慎重につけましょう。解説にはフォースアビリティだけと書いてありますが嘘ですので信じないでください。嘘かよ。ここのトラップは単純なのでかわしやすいですね。どんどん進みましょう。なぜか辛辣なクライブに怒った美女はクライブが滅ぶまでひたすらクライブを狙ってきます。魔法攻撃なのでプロテクトをかけてあげましょう。あ、戦術は以上です。マジかよ。
アクセスにより、ジェイナスは大幅にパワーアップしています。奇数ターンに本気の魔法攻撃をしてきますので、プロテクトで固くしておきます。キャローズは前回のようにクライブを強化します。まだ慣れていないのか、やたらエイムが低いため反撃の回避が容易です。FP ために使いましょう。奇数ターンは基本的に防御し、耐えられる場合のみ別の行動をします。あとはクライブとジェットが攻撃し、キャローズとバージニアが交互に回復できるのが理想です。クリティカル、出ませんね。が落としたバゼラードはバリバリキャンセルというイナーシャルキャンセルに使う FP をなくすことができる超強いパーソナルスキルがつきます。イナーシャルキャンセルってなんだ？イナーシャルキャンセルっていうのは行動が回ってきた時にさりげなくゲージが出てるんだけど、そのタイミングでバツボタンを押すと FP を25使って行動をキャンセルできるシステムだよ。例えばショットを選んだけど途中で味方が倒れちゃって蘇生させたい時に使えるね。その際の FP 消費がなくなるわけだから、好きな時に好きな行動を選べるようになるよ。めちゃくちゃ便利だよ。実際に見てみないとよくわからないけど、とにかくすごいことはわかった。すぐ使
使うことになるけどね。これからもどんどん使っていくよ。今回はここまで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。